こんにちは、ジェズ教です。今日はですね、テキサンズへ移籍したブロック・オスワイラーが、本当は後釜になるはずだった、ペイトン・マーニングと戦ったらどうなるかということをシミュレーションしたいと思います。今ですね、マッデン16では、これ2015シーズン終了後のロースターになっていますので、このようにですね、自分でトレードする必要があります。ブロンコスが、キャップヒット1.08M のオスワイラーを、テキサンズへ、ブライアン・ホイヤーとライアン・マレットと交換します。本来はですね、オスワイラー、テキサンズと4年、72M で契約しているので、むちゃくちゃ安いですね、オスワイラー。人間の価値ってこんなに変わるもんですかね。では、トレード、OK と。どうした？おう。ブロンコスもう一人トレードする必要がありますね。誰をトレードしようかな。ボンミラーなわけねえだろ。誰でもいい。なんかもう適当な。ブロンコスもキュービー二人出すかな。あ、いっぱいいますね。じゃあ、彼を。はい、彼と。ブロンコスとテキサンズ、クォーターバックトレード。はい、OK です。では、やってみましょう。改めてこんにちは、ジェツ教です。誰が呼んだか、ジェツ教です。今日の対戦は、テキサンズへ移籍したブロック・オスワイラー対ブロンコスで引退しました、ペイトン・マーニングの師弟対決となります。これもマッデンでしかできない夢の対決。ね、裏切り者のオスワイラーを見事に粉砕することができるのか。しかし、私はテキサンズの方を操作します。今日の実況は、1クォーター5分のガチバージョン。コンピューターのレベルもですね、最強のオールマッテンで、ブロック・オスワイラーがペイトン・マーニング超えを目指します。衝動バージョンでは、勝ってるんですけど、実況がですね、1クォーター5分の、ガチの試合実況ではまだ私は勝利しておりませんので、ここで勝って、ね、私の強さを世間に見せつけたいと思います。だから今日はね、あんまりね、喋らないかもしれないよ。真剣にやるからね。さあ、運命のキックオフ。ちなみに今、朝5時。喋りの調子はいまいちです。さあ、ペイトン・マーニング登場。そうですね、前回の実況の時は、ペイトン・マニングは、引退する前で、今、引退発表後ですので、マッデンでペイトン・マニングの姿を見るのもこれが最後になります。マニングお別れの会でもあります。さあ、プレーはコーチにお任せです。だだすると、ね、無駄に動画の時間が、長くなるので、サクサクいきましょう。さあ来い。おう、私の管轄でしたね。ダメだ。相手は最強のオールマデンですので、マーニングもちょっとね、ガチなので、私もちょっとちゃんと今日はね、考えてね、プレイしていきたいと思います。まあ、最新データアップデートしたので、マーニング多分そんなにロングパスを投げないと思うんですよね。ああ、強い。
ダメだ。さあ、サクサクいきましょう。はい、ちょっとワットを動かしましょうかね。ワットさあ、いくよ。おりゃ、これは OK。 おいおい、そこを取れよ。もうおい、強い。おかしい、こんなはずじゃなかったのに。さすがオールマゼンですね。せめてフィールドゴールには抑えたい。あお、オッケー。うわっ、シャインダーセプト。あ、そんなとこ、おいおいおい、エンドゾーンの中で倒れるよ。もうしかしフラグホールディング、ディフェンス、え、いや、オフェンスだよね。え、違う、これはデクラインと、うん、危ない危ない、そうそう、デクラインしてインターセプトね、成立と。しかし自陣1ヤードです。大ピンチ。まあ基本に忠実にここはランで抜けましょうかね。まずは、あ、そうですね、アリアン・ホスターも確かもうテキサンズ解雇になりましたね。アリアン・ホスター、テキサンズラストマッチ。おお、うわ、マジか。え、どっち出た。あ、オッケーオッケー。危ない、危うくセーフティーでした。ちょっとこの危険地帯が出ないとね、話にならないね。おい、ちょっとお前が詰まったぞ。おい、危ない。なあ、嫌な状況になりましたね。ボンミラー来ますね。どうしよう、なんとかファーストダウン取らないと。ブロック多めで長めを投げないといけない。ああ、いや、厳しい。さあ、オスワイラーの実力が試されます。さあ、いけ、真ん中いける、ナイス。ああ、落とすかそれ。おい、今のはレシーバーが悪い。最悪。結局ですね、まあ自陣は回復するんですけども、またマニングに攻められる状況となりました。ああ、もう、おいおいおい、危ない。まあねえ、さっきのドライブでタッチダウン取られるよりはマシなんですけども、結局はこのね、元通りということで。私は真ん中のクッシングで取ります。これランかな、ランだろうな、これはランでしょうね。あ、ランじゃない。うわー、そっちか。あー、やっぱオールマーテン強いですね。ゾーンじゃ多分止めれねえな。思い切っていきましょう。私はワットで攻める。ああ、もう、ああ、できた。ああ、ブロンコスタッチダウン、止められない。さすがペイトン・マニング。ダメだ、オフェンスライン硬いですね。ワットでも全然抜けない。前ブロンコス操作したときは相手がオールバッティでもボンミラー抜けたんですけどね。やっぱりスーパーボールを勝ってるだけに、かなりブロンコスは補正されているようです。
ちょっとね、勝つ気満々だったんですけどね、若干弱気になってきました。さあ、リターンで、おくわーっ、リターンも出ない。何をやってるテキサンズ。さすがプレーオフ1回戦で完封負けしたチームですね。しかしですね、我々にはオスワイラーがいます。なんせオスワイラーの契約は4年で 72M ね、すごいです。しかもですね、これ2015シーズンたった7試合しかしてないんですよ。7試合5勝でこの契約ありえません。テキサンズちょっと頭がおかしいです。さあ、オスワイラー登場。身長高いですね。今いる現役の中で一番身長高いんじゃないでしょうかね、オスワイラー。おい、走り、青、ちょっと遅かったか。まあパスの精度ありますね。ちょっとどんどんパスでいきましょう。オスワイラーをね、ちょっと慣らしていかないと。疲れてるか、くそ、抜けない。さあ、ダン12、長めを投げなければいけない。これホプキンスいますね、すごいです。ダレル・リービスを粉砕したレシーバー、彼に投げてきゃもう安全。ああ、しまった、ホプキンス見すぎた。はい、何もできずに3本です。さっきと変わらないですね、この光景が。ここで第1クォーター終了です。オスワイラー、いいところが全くありません。果たしてこの後逆転できるのでしょうか。私は早くも暗雲が立ち込めてきました。さあ、パントから開始です。ああ、弱い、もっと強く蹴れよ。ああ、しかもちょっと、うわあ、よくれた。ああ、おいおい、また30ヤードからダメですね。さあ、ブロンコス敵陣30ヤード。さあ、来い、ランでしょ、ラン、ラン来た。あーっと、ブロック、あー、ブロックだ、強い。さあ、頑張ろう。次なる作戦は、ブリッツしましょう。ね、後方の守備を捨てて、ブリッツするぐらいの勢いでないと、おそらく勝てません。さあ、ちょっと7ヤード、もう一回選んでくるかな。クッシングで穴を見ましょう。パスか、あー、くそ、うわー、お、インジュアリータイムアウト。トーマス怪我した、大した怪我じゃなさそうですね。さあ、やばいです、これはちょっとゾーンを厚めにして、あまりラッシュをかけないでいきましょうね。ただパスですね、これね。ほら、パス来た、ほら、投げるとこねえだろ。おい、お、投げ捨てましたね。懸命な判断だ。もう一回、これ、もう一回
で、コーチ、さっきの作戦、おい、同じことは逃がしないってか。カバー4でいきましょう。もうエンドゾーンガチガチに固めてね、まずは一発タッチダウン阻止です。で中央のランも取りましょう。あ、そっち投げる。 OK、 よしよし、もうエンドゾーンガチガチに固めましょう。ここはフィールドゴールで止めてね、あとにつなげたいところです。カバー4で、多分もうランはないでしょうね。あ、でもなんかワンバック怖いな。突っ込んできたらちょっと止めれねえな、これ。さあ、おーし、おー、どうした、マニング、やはり全盛期のような怖さはないですね。さあ、フィールドゴールで止めました。まだまだ勝つチャンスはあります。 It's good、10対0。さあ、ハンデはこのぐらいでいいかな。リターンが出ない。さあ、ちょっとね、やっぱオスワイラーですからね、ランでパイセンのね、もうテキサンズからいなくなるんですけども、ホスターが、うわー、もう詰まってる、もう、しかもフラッグ、どっち、うん、ホールディング、オフェンス、いいとこなし。なんか反則多いな。ファーストダウンが遠い。ラッシュも入んでね、ちゃんとね、オスワイルの周りを見とかないとね、ダメなんです。おっしゃ、あー、おー、やるー、しかしフラッグ。どっち、ディフェンスでしょ。またアホか、お前らは。当然、リクライン。インターセプト成立。はーい。なんだよ、もう。なんかもう実況やり直したい気分ですね。しかも、エンプティで。強気ですね。あ、そっちか。おい。止められない。早くも、ワンサイドゲームの予感がしてきました。さあ、敵陣3ヤードブロンコス。ここはですね、ランで来るので、ガチガチに固めて止めたい。取りゃ、あー、ダメだ。オッケー。タッチダウン。おお、止めたと思ったらタッチダウン成立。レビューじゃねえ、レビュー。おい、レビューだろ、なの。はい、17対0。ねえ、ワンサイドゲームになりつつあります。さすがテキサンズだ。まあね、ここからね、ここから盛り返していきましょう。うん、ちょっと出た。敵陣、いや、自陣29ヤードからオスワイラー本気でいきたいと思います。長いの投げちゃおうかな。ハット、これもしかして、あ、2回目ですね。2回目のパス成功です。さあ、どんどん行きましょうかね。オート2ミニッツ、早いですね。テキサンズドラッグイン、これ行きましょう。
time just a couple of minutes away as we resume play out of the two-minute warning. Foster in the backfield. Hi. Hi. Pulls it in. Taken down at the 40. さあ、調子が出てきたかな。どんどん行くよ。The Texans are at the line of scrimmage with a pair of backs split behind the quarterback. Yeah, どこまで行ってないと。ああ。Takes him to the ground. Got to give the defense a lot of credit here. You want to stop the offense from scoring here with under two minutes to go in the first half. ダメだ。Good pressure on the quarterback and they take him down. ブロンコスね、カバーすごいです。ビタビタです。うわ、早い。おい。何やってんだよ、おい。あんなに早きゃ投げられません。どうしましょう。ちょっとスクリーン狙いましょうかね。もしかしたら独走になるかもね。あ、早い。ブロンコス、パスラッシュが早すぎる。おいおい、こんなんじゃ投げるんじゃ、投げれねえじゃねえか。コーチに文句言っております。さあ、またもパントになりました。なんか同じような光景ばっかりですね。この自陣からエンドゾーンからパントというね。うん、いいパント。距離は出るが、問題はこれを止めれるか。また敵陣からのオフェンスを与えました。いいとこなし。おい、お、またいたんだ。うん、腰か、腰終わったね。腰が痛そうだ。お、腰は大丈夫か。チャリンコで調整中。これブリッツかけてもね、仕方ないんだよね。後ろ空いてる。わ、手前か。ここはもうエンドゾーン固めましょう。スパイク。あ、もうタイムアウト全部使ったのね。ここはカバー4でガチガチに固めて、なんとかのフィールドゴールで抑えたいですね。さあ、ノーハドルで攻めてくる。ああ、タッチダウン。ノー、トーマス。もうなんかさっきのね、サイドラインの人の目が死んでましたね。ノー、取り付く島がない。これはちょっともう後半から立て直しましょう。せめてリターン、いいリターン、いいリターン、いいリターンを見せたいが、これも出ない。さあ、今日のダイジェストね。こんなの、ちょっとあんたハーフタイムやってよ。今流す時じゃないでしょう。まあ、とりあえずラン一発やって時間潰して終了です。はい。ああ、もうちょっとは止めろよ。
さあ、このまま時間を流して前半は終了です。ね、後半からね、ロッカールームでもう一回作戦を話し合ってですね、なんとか巻き返していきたいと思います。24対0、テキサンズ早くも虐殺モード。ね、せっかく来たお客さんのためにも、パスがマイナス26ヤード、ランがマイナス3ヤード、やばいです。オスワイラー、